キープキープは、インカ帝国で使われた紐に結び目をつけて、数を記述する方法。ケチュア語で、結び目を意味する。キープは、紐の結び目の形で数を表現する欠上の代表例である。キープ単色、もしくは複数に彩色された紐で作られ、様々な形の結び目がついている。紐は2本より以上になっており、太さには4種類が存在した。最も太い紐は、 親紐と呼ばれ、その他は下がり紐として、親紐に、棒状に結び付けられている。結び目の形、紐の色、結び目の位置などに情報が含まれ、結び目の位置によって、1、10、100、1000、万の位が表された。下がり紐は3本ほどから2000本近いものまであり、細い補助紐が付けられる場合もある。レーランドロックの研究によって、 重心法を用いていることが判明した。キープは単なる記号以上の複雑な体系を持ち、言語情報を含んでいることが近年の研究によって明らかにされている。王や役人は人民の統治に必要な情報などをキープに記録し、その作成及び解読を行うキープカマヨックと呼ばれた役人がいた。キープカマヨックは、インカ帝国統治下の各地におり、人口、 農産物、家畜、武器など資源についての統計や裁判の判例なども記録した。キープそのものは計算の道具ではないため、ユパナと呼ばれるアバカスの一種で計算した結果を記録する場合もある。インカ帝国にはキープを教える専門の学校が存在し、交差型の分類、集計の混じった情報を扱うこともでき、数学的思考を可能とした。作成されたキープは、 チャスキと呼ばれる飛脚たちによって運ばれた。王子の資料によれば、チャスキは1日2 8 0トルほどもリレーした。時速1 7トルである。チャスキは18から25歳の男子から選ばれた。選ばれると、年3ヶ月の鉱山労働を1ヶ月に減免された。中継駅の維持は、地元村の義務であった。チャスキ網は、王のイルクスコが中心であった。チャスキは、 王の食べる生鮮食品も運搬した。インカを征服したスペイン人も茶好きを刺激したが、うまく行かなかったという。ありがとうございます。